暑さが和らぎ、美味しいものがたくさん出回るこの季節。しかし今年は夏の暑さや残暑の影響で、秋の味覚にある異変が起きています。今月、静岡市葵区にある鮮魚店を訪れてみると、新鮮な海の幸がずらり。しかし高いですよ。めちゃめちゃ高いなとは、庶民の魚ではないような気がしちゃいますけどね。そう、ちょっとこれ安くなったくらい。店主がそう話すのは、秋の味覚の代表格、サンマです。今年は漁獲量はね、それも多いかもしれないんですけど、やっぱこういうちょっと大きいサンマがすごい少ないですね、毎年に比べて。ね、燃料高いもんで、どうしてもお金がかかっちゃうんですよね。この夏、燃料費の高騰に加えて深刻だったのは、静岡でも南方系の魚が取れたり、やっぱ海水温がすごい高かったもんで、いつもと、ね、違うような魚が上がって結構大変な感じでしたね。海水温が下がるのは暑さが落ち着いてから1ヶ月ほど後になるということで、漁獲量が安定するのは少し先になりそうです。こうした中、安くて美味しくいただけるというのが、今なんか北海道から上がっているブリ、こちらがね、今物が良くて脂もあって、値段的にはすごい安くていいと思いますよ。さらに脂の乗った戻りガツオも豊漁で、お得にいただけるということです。一方、こちらは焼津市で農業を営む川村さん。年間20種類以上の野菜を栽培していますが、収穫を迎えている野菜に異変が起きていると話します。ここにこうミニ白菜がバッとあるんですけれども、穴がボッコボッコ開いてます。で、これぐらいだったらまだいいんですけれども、この中の方までもう完全に食べられてしまってるんで、ちょっとこれはもう商品としてお出しできないのかなっていう感じです。今月から収穫が始まりましたが、害虫被害で収穫できる量が1割ほどだということです。8月に定食して、9月にこう一気に害虫が発生してしまったっていうところがあるんで、9月のあの温度の高すぎ、もうそれが間違いなく影響していると思います。9月の暑さは今後冬野菜にも影響を与えそうです。県内では冬場に出荷されるレタス、9月に種がまかれましたが、発芽が悪く苗の数が少ないことから、植え込みの作業が遅れていると話します。また9月に植えた白菜は暑さの影響で成長が鈍いものもあるということです。今年の冬野菜については9月の暑さ、もうこれ一択だったと思います。品質的には特に10月になってだいぶ気温が下がったんで、いいものができると思います。ただやっぱり全体がこうパーッと出始めるのは遅いんじゃないかなと思いますけど、この夏の暑さによる野菜の不作は、これからの季節に食べたいお鍋の具材にも影響を及ぼしています。9月、10月とですね、高値が続いておりまして、現状は例年に比べると3割から4割高くなってしまっているというのが現状ですかね。白菜と白ネギは例年100円前後で販売しているといいますが、現在は倍近い200円前後です。こうした中、店もある工夫をしているといいます。鍋物のコーナーでですね、当店としましても工夫といたしまして、お客様が無駄にならない、買って無駄にならないような、しかも包丁を使わないで済むざく切りタイプの白菜、こういったものを用意したりとか、あとは全てのものがワンパックに収まっている鍋物セット、こちらを品揃えとして出すことによって、お値段を安くすることはできないんですけども、お客様にとって便利な、または無駄にならないような商品を取り揃えております。また鍋の具材として比較的値段が落ち着いているキノコ類も進めているということです。この夏の暑さや残暑により価格高騰や不作などの異変が起きている秋の味覚、その影響はもうしばらく続きそうです。